我々の研究機構では、ナノテクノロジーや量子情報技術といった研究を進めています。その中で私は半導体量子ドットやフォトニック結晶といった技術を使って、光と物質の相互作用を制御して新しい光デバイスを生み出すことを目標にして研究しています。実はですね、この研究を始める前にフォトニック結晶ではなくてホノニック結晶という構造を使って断性波のトポロジカル極材状態を実現するという研究を実はしていました。で、そのアイデアをフォトニック結晶に使うことによって新たな展開が図れるんじゃないかということに今気づいて、少し検討したというのが今回の研究の始まりです。やはりネイチャー系の雑誌であるということで、かつオープンアクセスであるということで、我々の研究成果が広く世界に知り渡ることが期待できるわけでありまして、その観点から投稿をいたしました。